ははい、いおはようございますえー、ちょっと午前中朝尾形さんが、えー、言ってましたけどね今更まだ、えー、ネットワークやってますけどもまああの MTC でもずっと何度かネットワークの話はやってきたんですけども、まあ、あの今回はアートネットと SACN、まあ、どっちを使うみたいなことは、えー テーマでやろうかなとで基本的なその、えー、IP アドレスがどうだとかサブネットマスクがどうだとかっていうのはもう、えー、何度もやってるのでここでは今回はやりませんで、えー、まあちょっとここのここ23年12年で、まあ、うちがやってたトラブルも含めて、まあ、この SSN 使うかアートネット使うかっていう、えー、選択ですね、まあ、その辺を少し お話ししたたいいなと思ってこの時間をいただきま私は、えー、朝の緒方さんの時に意外に、えー、昭和生まれの人が多いということで、えー、若い人が少ない、えー、平成生まれの人少なかったんで、あのー、平成生まれの人にも頑張ってもらいたいなと、えー、思う。 次第ですまああの僕なんかももうどっぷり昭和の世代でもうそろそろ引退しないといけない世代なんですけども、えー、ちょっとネットワークの話でまああんまり難しい話はやめとこうと思って、まあえー、今回、えー、なるべく簡単に、えー、話をしようと思いつつ それでも書いてるといろいろ難しい話が出てきちゃったんで昨日読み直しててちょっと3ページぐらい削ったんですけど、えーまあ、ネットワークの話なのでそれなりにいろいろ難しいところも出てくるかもしれないんですがその辺はあのー、やっぱり今後ですねいろ、えー、んな劇場も新しいところは、えー、イーサーが入ってランが もともと入っているようなところもできてきましたし、えー、ネットワーク使う機会、まあ、SACN とアートネットだけじゃなくてですね、まあ、明日午前中やりますけどいろんなバックアップ、グを組んだりとかっていうことでネットワークを使う機会は増えてくると思うので、えー、皆さんもですねなるべくこう苦手意識を持たずにですね、えー、ネットワークいろんなことをあの今時本当に インターネットで調べるといろいろ出てきますんでねそういうことも踏まえていろいろちょっと勉強をしないとだめかなとは思います、はいでえーまあ、今回ですねアートネットと SACN の話をするにあたりですね、えー、まずですね、えー、そもそもの話としてですね、えー、と使っていい IP アドレスっていうのがありますで、あのー、実はうちに 修理に来たりとかあと、えー、ちょっと問い合わせネットワークつながらないとかいうような問い合わせが時々来るんですけども、えー、戻ってきた宅を見るとえー、なんでこんな設定になってんのとかいうことがたまにあります。で、え a、ー、ランですねローカルエリアネットワークっていうこう、えー、外とつながってない空間の中で使っていい IP アドレスっていうのは一応決まってます。これはあのこういう決まりがあります。で、10.0.0.0っていう IP ですね。この10のところですね。10の000から10の25525255っていうアドレスの範囲ですね。これがクラス A と呼ばれている範囲になります。で、もう一つ172の16の00から えー、172の31っていう、えー、範囲ですねこれがクラス B っていうところで、えー、使っていいアドレスになりますそれとまあ一番よく皆さん見かけるかと思うんですが192の168の、えー、0のいくつっていうクラス C というこの3箇所、えー、言ってみれば3箇所だけの範囲でしか本当は使っちゃいけませんでえー 時々、えー、なんか変なところを使っているところがあったりとかしますけどもあの一応決まりとしてですねこれじゃないところを設定したからといってまあ確かにつながらないわけでもないし使えないわけでもないんですけども一応ルールとして、えー、使っていいところあのローカルエリアっていうこう、えー、決められた範囲の中で使う。 場合にですね、えー、使ってていい範囲としてはこここになりますでこれ以外のところはいろいろもうすでに予約されて使っていたりとかインターネットで使っていたりするアドレスなので、えー、まああの外につながらないっていうことではどこ使ってもいいんですけども一応こういう決まり事になってますんで、えー、皆さんこの辺、えー、よく 覚えてててもらっっでですすねこの範囲で使って、えー、いいいたただきたいと思いますそれとあのちょっと赤字で書いてありますけども最初と最後ですね192のところでいくと192の168の、えー、0の0それから192168の、えー、0の255っていう最初と最後ですね、えー、これは他ので使っているので使えないところになります。 ーとまあ、クラス C だとその一番最後の数字ですね例えば172のとこだと172の16の00から172の16の255の255っていう2つですね、えー、ここはあの使ってはいけないところになりますこの間たまにたまたまねちょっとは。 つながらないっていう話があった時に IP 見たら192-168-00を使ってたりとかえありますそれからえっともう一つですねこれも使ってる会社さんあるんですけど169-254っていう IP アドレスを振られることがあります <laughs> でえこれはあのちょっと特殊なんですけども、えー 話がやや難しくななるか DHCP っていう自動的にあのよくパソコンで、えー、家とか会社で使うときに IP アドレスを自動的に設定するかなっていうふうになってると DHCP サーバーっていうものがありましてそのそれぞれの機器に対してそこから IP アドレスを自動的に割り振るんですね。で 割り振るんですけどその割り振る機械というか、えー、サーバーがなかったりするとですね全く使えなくなっちゃうのでその時に自動的にオートマティックプライベートアドレスっていうところなんですけど169-254っていうのを,、えー、を自動で割り振る設定になってるのに割り振られなかった時に、えー、自分で 割りり振る IP っていうのがのってていいううの範囲になりますこれはあのそういう、えー、自動で割り振られる IP なのでこれも手動でですね169-254っていうのはあの本来は使わないところになります、えーまあ、この3つですねこの IP アドレスそもそもの話としてですね、えー、手動で割り振る場合はですね 必ずここで使っていただきたいと思います。でえー、今日のお話としてアートネットと SACN ですねこれあのどっちもですね DMX オーバーイーサネットって言って DMX の信号をイーサネットに載せて信号を送るという企画になります。<laughs> で,ですが、ですね、えー、送信方法と設定とかですね、えー、これ、全然違うというもので、えー、こう設定を間違えると、えー、DMX 出力されないとかですね、そういうことが起こりえます。<laughs> なので、えー、この辺はですね、ちょっといろいろこの後出てきますので。えー まあ、じゃあ、えー、この間もちょっと一回相談されたんですけど、えー、劇場でそのアートネットと SACN じゃあどっちでやった方がいいかなっていう時にですね、えー、まああのそれぞれの方式で当然一長一短ありますからあのまあ皆さんその辺があの。 まあ僕なんかもですね、やちょっとアートネットの方がいいんじゃないのっていう時と SACN の方がいいかなっていう時がありますんで、あの仕組みを少し理解してもらってですね、じゃあこういう場合はこういうことだからアートネット使おうとか、こういう時はやっぱりじゃあ SACN 使おうっていう、えー、少しそういう考え方に変わってもらうといいかなと思っています。<laughs> はいえー でですね、ちょっとこれこの辺前にも一回やったんですけども少し簡単なおさらいですねアートネットの設定の仕方のお話になりますアートネットはですねも、えっともとかなり古いものでユニバースを設定する時にですね連番で1から もともとは16芯っていうアーティスティックライセンスのこう考えた人は16芯が得意で難しくなかったんですけど、えー、実際に使う身になるとですね16芯ってなじみがあまりないので非常に設定しにくい、えー、例えばーアートネットですとですね今アートネット4だとユニバースが増えているので、えー、このネット ネッ,トっていうネットとサブネットとユニバースという3つの数字を組み合わせてユニバース番号を設定します。128×16×16 ということで3万2000ユニバースぐらいが設定できると。 でえーまあ、よく使われているのは基本的にはこのサブネットとユニバースという16芯の表記のところですね。で、えー、これもですね、あのー、最初にできた頃のアーティスティックライセンスのものですとですね、えー、0から9いってその上が10が A で11が B でっていう表記だったりとかですね、えー とてもややこしいことになってましたで、えー、これちょっと下に MA3 の画面なんですけども MA2 も基本的には同じですねえー、っとここにネットとサブネットとユニバースという3つの数字の組み合わせで、えー、ユニバース番号を決めることになりますでまあ MA3 はちょっと便利になってですねえー、っとアートネットアブソリュートって投資番号の、えー、入力もできますえー、っと 2のサブネット2のユニバース12っていうと、えー、投資番号だと44番逆にこの44って入れるとこっちが入るようになるんで、えー、MA3 だとちょっと、えー、便利になってますけど MA2 までだとおネットとサブネットとユニバースっていう組み合わせで、えー、設定しなきゃいけないので、えー、っとちょっとこの辺がですね 最初、えー、非常ににくくさいというか分かりにくいととうかかりりころではありますねでもう一つはあの連番でやる場合もですねどうも決まりがちゃんと決まってないのかゼロから始まる機械と、えー、1から始まるユニバース番号1から始まるっていうものがあって、えー、その辺もちょっとややこしいことに なってますね、まあ、この辺がちょっとアートネットを敬遠されるところもあると思いますこうユニバースが、えー、16進で進んでいくっていう基本がですね,ね、えー、じゃあこれ101番のユニバースってじゃあ設定しようと思うとサブネットとユニバースいくつだっていう、うん、計算しなきゃいけないっていうようなところがあります。まあ、によっては最近あの 連番でなるものもありますけども先ほど言ったみたいにえっ、ー、と MA だと確かゼロからですね1から始まるやつもあってあの送っているつもりが出力されないって思ってたら1ずれてたっていう、えー、ことがありますね <laughs> はいえー、あ一つ言い忘れましたね あのないよね、はいえー、すいません、アートネットですね、えー、と実はですね、ここ、昨日消しちゃったんだなだ <laughs>、はいあのー、アートネットで使う IP っていうのが、えー、2か10なんですね、2. 点いくつか 10. 点いくつっていう。 やつでで、えー、早速ですね先ほどあの使っていい IP のところは 10, 10だよって言ってたんですけどもアートネットに限ってはですねあの一番最初に企画を作った時に、えー、アーティスティックの人がなぜか2を使っちゃったんで2が 2, 2のいくつっていう IP アドレスが主流になりましたで、えー、確かにですねこれ本当は使っちゃいけないところなんでこれはあの 2のいくつっていうとインターネット側で使う IP なのであのネットワークの本当に技術者に言うとえ2なんか使っていいのっていうことを言われることがあります。でえー、なんですけど、まあ、あの最初に決めちゃったんでしょうがないんですがなので MA1 だと2しか出ないですね卓によっては2しか出ないのがあります。でその後同じクラス A で えー、サブネットマスク255の000っていう範囲で10を使うようになりましたで、えー、っと今はその辺はどこを使ってもいいよっていうふうにはなってますね、えー、なのでちょっとおー IP アドレスに関してもちょっとお特殊なことになってますで、えー、アートネットはですね この辺はちょっと今までいろいろここでやってきたんでよく耳にしているかと思いますけどもえっとブロードキャストって言いますブロードキャストとユニキャストっていうものを使ってますでブロードキャストどういうのかっていうとこの絵の通りですねこれもあの昔から使ってるんで ノードがーノード名が MA1 の時のノードがそのまま残ってますけども、えっと、とにかくですね、えー、全ての機器にデータを送るで相手がですね例えばこれユニバースの12345678で、ね、ここも同じように12345678っていうふうになっていてもですねそ,んなそれはあのお構いなしに。 えー、例えばタクから 1, の1から8のユニバースを送るで、えー、それぞれのスイッチにやっぱり1から8送るで、えー、末端のノードまで1から8全部送ると、えー、相手に関係なくですねブロードキャストなのでとにかく全部に送るという方式ですねこれがブロードキャストっていう方式ですもう相手の都合を考えずとにかく えー、みんなに送りつけるという方式ですね。で、えー、もう一つユニキャストっていう方式があ,、えー、あります。でこれはですね先ほどのお同じような例でいくとですねユニキャストですと、えー、まずこのノードの1に対してデータを送る。 でその次に2に対してデータを送るで3に送る、えー、ノードの4番に送るって同様にですねちょっと色変えてないですけどこの、えー、ノードの5番に対して送るっていう1対1でですね全部にデータを送るっていうのがユニキャストです。はい、これはあのデータをそれぞれのノードまあノードだけじゃなくていろんな ももありますけども、えー、全部に送るという仕組みですね。これがユニキャストっていう、えー、方式になります <laughs> で、えー、この特徴としてはですね1対1で送るので、えー、先ほどのこのブロードキャストですと、えー、もう全部に対して送るのでこの例えばこの一番上の人は、えー、ユニバースの1と2しかいらないのに。 全部が送りつけられてきますでまあ8ユニバースぐらいだといいんですけども100ユニバースとか来ると、えー、とにかく100個全部来ちゃいますでその中から自分で必要なものを、えー、自分で見つけなきゃいけないで、えー、100, 100ユニバース仮に送ってきてれば100個の中から自分が使う1個2個を選ばなきゃいけない探して自分で、えー、選ぶと。で ユニキャストですと1対1なので、えー、ユ,ニユニバースが例えばこれ2つだったら1に対してはユニバース2個だけ2に対してはまた34っていう22ユニバースだけ送るとかですねそれぞれのノードに対して、えー、まあノードとかトークですね最近のやつだと、えー、ランそのまま受けられますんで、えー、この辺のですね ノードに対して器具に対してそれぞれに対して送ってあげるということで、えー、必要なデータしか送りませんし受ける方も自分専用のデータなので受ける方も軽いことになりますね。えー、と先ほどのブロードキャストの例で言うと,、えー、とまあ機種によるんですけども、まあ、あの以前エルさんで あったのはあのマジックパネルなんかを使ってた時に、えー、ブロードキャストで二十数ユニバースぐらい来るとちゃんと動かなくなるとかですねあとあの僕が経験したのではやっぱり安い中華製の濃度で、えー、いっぱい送ると追い,つ追いつかないというかチェ,イチェイス止まっちゃうとかですね、えー、そういうこともまああります。 でそういう場合はこういうユニキャストにしてあげると受ける側も軽くなりますからいいんですけども、えー、一つ問題一つじゃないな2つぐらいありますけどユニキャストにすることによってあの例えばここユニバースの12ここもユニバースの12っていう2つあると、えー、ユニキャストなんでそれぞれのノードに対して送るのでユニバースの1と2っていうのが これが例えばいっぱいあるとですねそれぞれにやっぱり12のデータまたこっちにも12のデータでもっとあれば次のとこに同じ12のデータとかっていう同じものを何回も送らなきゃいけないというような、えー、デメリットありますそれからあのユニキャストにすることによってですねはい、はいえー、これまた MA3 の画面です えとブロードキャストにすると、えー、器具高負荷になるということでえー、っと10いくつだっけなあの日本製のちょっと古いノードでも、えー、っとユニバース10いくつ送ると時々もエラーが出始めるとかいうこともありますで、えー、先ほど言ったようにユニキャストにすると軽くなるんですけども えー、ユニキャストにするとですね、えー、これ今ブロードキャストなので、えー、出てこないんですけどユニキャストっていうと先ほど相手を指定して送るという方式なので、えー、ここユニキャストにするとディスティネーション IP って相手型の IP アドレスを入れてあげる必要がありますどの IP に対してこれを送りますかっていう設定になるので。 えー、例えばこの12のこのノードに対してデータを送る時はこのノードの IP アドレスを指定してあげる必要があります。と、えー、いうことで例えばこの8台に対して全部ユニキャストで送ろうとするとここの欄が8行できてきます。でディスティネーション IP って相手側の IP アドレスも8個それぞれに指定してあげる必要があります。 この辺がちょっと面倒くさくなってきますねユニキャストにするとそれともう一つ問題は不具合があった時に、えー、じゃあ器具変えるノード変えるって言った時に今度は IP アドレスまた変わっちゃいますからタク側でもこの送信先のディスティネーション IP っていうのを変えてあげたりしなきゃいけないっていう面倒くささがユニキャストにはありますで、えー 一応です、ね、まあ個人の感想って書いてますけどだいたい四五十ユニバースだったら別にあまり不具合が起きることも少ないかなと思います。でえっ、ー、と MA だとですね実はここにあの1の頃からありますけど「ディレイっていう欄があります。で 1>, あの1とか2だとディレイアートネットのディレイってデフォルトで0秒だったんですけど、えー、3だとデフォルトで0 1ミリっていうのがデフォルトで入ってますもちろんあの設定すれば0にはなるんですけどもデフォルトでディレイっていうのが入ってますでこれはあの、えー、遅れる、まあ、遅れるんですけどもえっ、ー、と 1>, 1, 1ユニバース送って0.1ミリセック空いて次のユニバース送るっていうユニバースの間にちょっと微妙に0.1ミリ千分の1秒をですね、えー、入れてあげるということで、えー、本当に千分の1秒なんで本当にもうごく微妙なあ隙間なんですけども、えー、受ける方のノードの CPU のスピードからいくとえー 0.1ミリって結構、えー、処理してできる時間なので、えー、ここにディレイを入れてあげると、えー、よくなる場合がよくあります。えー、まあ皆さんの行かれる現場で行くとですねあの ZEP の羽田とか横浜とか、えー、福岡は。 MA の濃度入ってますからいいんですけども、えー、名古屋もそうだったかな ZEP さんであの濃度がファインの濃度を使われているところがあのやっぱりちょっとこのディレイをあのもう今あの劇場劇場っていうか ZEP さんではもうデフォルトで入ってますけどもディレイがゼロだとちょっと処理が間に合わないのかあの少し遅れることがあるんで微妙にディレイ入れてますね。 あのとはいえですね1000分の1秒ですから0 1ミリっていうことは、えっと、いくつだ、えーえっと、300ユニバースでやっと DMX1 回分のずれが出るぐらいなので本当に。 えー、微妙なとこであの本当にわずかなもんなんで特に、えー、気にする必要はないと思います。あ,のあと他の、えー、先ほど言った国産のノードでもあの新しいやつはね全然平気だったんですけど初期の古いノードでやっぱり十いくつブロードキャストで送ると時々エラーが出るんですけどディレイを本当に0.1入れるだけで。 もうあのそういうエラーもなくなるっていうことはありますんでまあなんかちょっとおかしいかなっていう時ディレイが入れてあげるっていうのも一つの手ではあります。で、えー、ここに5台程度ユニキャストに切り替えるって書いてありますけどもあの MA の場合ですねこのモードが、えー、オートとブロードキャストユニキャストって出力の場合3つ切り替えがあります。 で,デフォルトではオートになってますねでオートっていうのはあの同一ユニバースですね先ほどの、えー、ここですねはい、えー、と同じユニバースの機械がですねさっき言ったみたいにいっぱいあると同じデータを何回も送らなきゃいけないんでえー 非常に効率が悪くなっちゃいますで MA のーモードがオー t っていうモードは同一ユニバースのノードが、えー、ネットワーク上に5台以下の時は、えー、っとユニキャストで通信しますその場合はあのディスティネーション IP 入れなくてもいいんですけども、えー、ユニキャストで通信しますで、えー、5台以上同じユニバースがあると ユニキキャャスストトでで送るととと効率悪いいうことで、えー、自動的ににブロードキャストに切りり替わりますで、えー、なんですけども私の経験からいくとですね実はオートにしとくと、えー、本来ユニキャストで、えー、とつながるんですけども、えー、と4台だったかな同じユニバース4台あった時にですね1箇所だけどうしても出,出力が出ないという。 ようなことがあってあのユニキャストで、えー、通信してるはずがですね相手側の IP アドレスがちゃんと返ってこないあのアートネットだとつないだ時にアートネット4でつな、えー、ぐとですねつながってる相手が、えー、どういうユニバースでどういう IP を使ってるっていう情報が返ってくるんで、えー、タク側で判断するんですがどうもそれが たままにうまくいいかない時があるみたいで、えー、あるいはあの帰ってこないのもあるんですねで、えー、なんか設定合ってんのに一箇所だけ出ないとか、えー、なんか設定出てるはずなのに受けないっていう時はあのモードをもうブロードキャストにも強制的にしてしまうと 治ることがあります、まあそこの現場も一箇所だけどうしても出なくて、えー、原因何だろうなって思っていてブロードキャストに切り替えたら出たっていうことがありますんで、えー、まあちょっとその辺が、えー、アートネットで、えー、あったトラブルとしてありましたね。はいはい、で、えー、アートネットですね ブロードキャストでやるとですね、えー、まあユニキャストもそうなんですけどもアートネットのブロードキャストって、えー、スイッチですねハブの設定って全然必要ないんですねでなのでこうアートネットで出るとか出ないとかっていうトラブルのほとんどが IP アドレスとサブネットマスクの設定以外ないのですねで、えー、ネットワークスイッチの設定っていうのはほぼ え何も設定しなくて、えー、ブロードキャストってとにかく全部に送るっていうことで、えー、スイッチの設定なく通るので、あのー、一番シンプルな設定でいけるものですね、あのー、IP アドレスとサブネットマスクっていうのは確かにえありますで、えー、っとやっぱり、ねあのー、うちで問い合わせがあって アートネット出力されないってで IP アドレス見てもらった IP アドレス合ってるなって言ってえおかしいなって言って最終的にえ分かったのがあのノード側の IP は2のクラス A なんですけどサブネットマスクが25525500になっててあこれかっていうことがあります。なのでえ 基本アートネットで使う分にはあまり途中のハブだとかハブスイッチの設定とかいろいろ気にしなくていいで IP アドレスとサブネットだけちゃんと合わせてあげればえいいということになりますあの先ほどのブロードキャストでえーノードがあって言いましたけどうちで一回テストした時にですね あのまあルミノードなんかも MA のノードもルミノードも、えー、パナソンのノードもえー、っと60とか70とかっていうユニバースブロードキャストで送ってて全然平気でしたねあのあとえー、っとえーしえー、あれですねストームストーム,ストーム24なんかもうちで入れてる現場ありますけど 80ユニバースぐらいブロードキャストで出してますけど、えー、特に問題起きてないですね電飾で使ってますけども、えー、あんまり問題全然できて出てないのでまあ,あの最近の新しいノードであればそれほどブロードキャストでユニバース多いからって心配することもないんですがやっぱり多くなるとさっきみたいに、えー、いろいろ受ける側の負荷も大きくなってくるのでまあ 4 5 0ユニバースまでで簡単にお手軽に使うっていう時はアートネットの方がいいかなって個人的には思います、えー、こっちの方がいろいろ不具合も出ないんじゃないかなって思います。えー、って言ったところで、えー、SACN とはっていうことで。 s,、えー、s c a のマルチキャストとユニキャストっていう通信を使います、えー、IP アドレスの指定もないですどこ使ってもいいですあごめんなさいさっきねちょっと言い忘れましたえっと MA の話で言うといやアートネットは MA の1だと2しか指定できないですで MA2 だと2か10しか指定できないですで、えー、MA3 になってやっとあのどこでも指定できるようになってます SACN はもともと IP アドレスの指定がないのでどこ使ってもいいですあの一番最初に言った範囲のところであればどこ使ってもいいですでマルチキャストっていう方式ですねこれちょっと後々説明出てきますけどマルチキャスト専用のマルチキャスト IP っていうのがありますで SACN はこのマルチキャスト IP の239-255っていうところを使ってます でただこれはですねソフト側で自動的に設定するのでタクの IP アドレスを設定したりとかいうノードの IP アドレスを設定するっていう時に SACN だからといってこの239の何とかっていうのを設定する必要はなくて。えー ノードとか器具とかと直接そう設定の項目だったりリアリストにするのは普通の192-168だったりとか172のところだったりとかどこでも指定してもらって構わないですでマルチキャスト IP はこういうところを使ってますけどこれはあまりユーザー側で気にする必要はないですね6万5000ユニバース使えますこういうのが SACN ですね で、えー、先ほど来ブロードキャストユニキャストやってましたけど、えー、マルチキャスト、えー、ここからが今日のメインになります、えー、マルチキャストってどういうのっていうことで、えー、マルチキャストは1対グループと、えー、ここにタグがあってデータが送られると。で このデータにはですね先ほどのマルチキャストこれですねマルチキャスト IP っていうこれがグループの番号になります。で指定したグループ例えばここ34っていうここが12で343434っていうのが同じユニバースのノードがあるとですねこれ1回タックからデータこのマルチキャストグループに対してデータを1個送るとこの3つは 3つにに同時にデータが行くとでそれ以外のものには全くデータがいかないという非常に効率のいい通信がマルチキャストですただしこれマルチキャストを使うためには IGMP っていう設定が必要になってきます。 でこのようにですね非常に効率がいいのでトラフィックネットワークにネットワーク上に出るデータを減らせるとかですねそういう利点があるんですけどもスイッチにスイッチってこハブですね設定が必要な場合が場合があるというか設定が必要ですマルチキャストなので使おうと思うと設定が必要になります はいえー、先ほど言ってたブロードキャストとかマルチキャストっていうのは一般的なその家庭で使うとかオフィスで使うっていう場合にですねほぼ使わない通信方式ですで普通あの家でインターネット見るとか会社でサーバーからデータ取りに行くっていうとおユニキャストですね必ず1対1で。 えー、どっか、えー、ホームページどっか見に行ったら他で同じの見てる人が全部変わっちゃうわけじゃないので、えー、基本的には通常のおお環境ではユニキャストしかがほとんどですねでマルチキャストブロードキャストっていうのはどういう時に出てくるかっていうと、えー、動画の配信だったり、えー、ウェブの会議なんかで、えー、マルチキャストっていうのが出てくることがあります。でブロードキャストっていうのはまずほぼ 特殊な用途で全体に何かで設定を問い合わせたりとかっていう時以外出てくることがないんですねでこのマルチキャストを有効に使うにはマネジメントできるスイッチが必要っていうことでこれマルチキャストの設定ができない 安いハブだとか安いのやつだといろんな設定ないですねでマネージメントっていろいろ設定ができるスイッチじゃないと、えー、せっかくマルチキャストの使うのにマルチキャストの機能をちゃんと使えない性能を遺憾なく発揮できないということがありますんで。 えーまあ、あんまり、えー、安いハブと5000円とかのハブはでも使わないようにしてですねあの最低限こうちょっとしたマネージメント設定ができるやつを使うことによってですねあのマルチキャスト、えー、実はマルチキャストって今 SACN ばっかり言ってますけどあのほとんどのお MA ネットだったりとか、えー、ETC のネット2だったり、えー、あとなんだろうな。 ストランドもそうかなカイネットはブロードキャストなんでカラキネは違いますけどもまあ,あのいろんなものでマルチキャストって今が主流なのでこういうあの照明業界ですねの中ではマルチキャストっていうのが多いのであのちゃんと使えるスイッチをぜひ購入していただきたいと思います。 で、えー、マルチキャストのスイッチにはですね先ほどら言ってます設定が必要ということで、えー、IGMP ってさっき言ってましたけどインターネットグループマネジメントプロトコルっていうやつですねで、えー、MA のスイッチはですねデフォルトではこれオフになってますでギガコアはデフォルトでオンになってますでこの辺もやっぱりちょっとギガコアでと MA スイッチで動作が違ったりとかですねっていう問い合わせが時々 あってですねこの辺の YGMP の設定がそれぞれでデフォルト設定が違うというようなことがありますで、えー、SACN の場合はですねこのマルチキャストっていうのは、えー、239-255って言ってましたけどユニバースごとに IP アドレスが変わります1が012が02っていうことでずっとユニバース分、えー、IP アドレスを使っていくことになります えー、動,動作としてはですね例えば4ユニバースを送るってなるとタクからはこの IP アドレスに対して4つデータが送られますで受ける方は、えー、これが01と02なんでユニバースの12を受ける34を受ける1と4を受けるということになりますで、えー、必要なノードに対して必要なデータだけしか振り分けられないようになりますこれが えー、IGMP ですねマルチキャストです、ね、で、えー、あまり難しい話をしてもなんなんですが、えー、これどうしてこのスイッチがわかるかというとこの IGMP スヌーピングっていう設定がありますでこれはあの盗み耳スヌープっていうスヌーピングっていう盗み耳なんですけれどもこの自分のこのハブですねスイッチがですねどのポートに どのグループに属しているのがいるのかっていうのを覚えてるんですね。で、えー、このスイッチにがそれぞれに必要なデータを振り分けるということになります。はい、えー、これですねあの、まあ、細かいあんまりいろいろ言ってもあのそこまで必要ないのであれなんですけども一応こう 何かつな,ぐつなぎ込むとですねメンバーシップリポートっていうつな,がつながりましたよっていうえ例えばこのノードが1のユニバースに設定されると239の255の0の1に参加しますっていうで情報がいくんですね。でそれをこのスイッチが途中で盗み見てあこ,ここの何番の5番のポートには1番のグループいるんだっていうことで このスイッチがそれを覚えるとクからは常に、えー、0の1に対してデータを送ってて、えー、この人が参加したよっていうのが来てスイッチが判断するとこの239の255の01っていうデータがこのノードに送られるというこれが、えー、スヌーピングっていう設定です。 それともう一つ IGMP を使う上で、えー、クエリアっていう設定がありますだんだん、えー、いろいろ出てきますけどもまあ基本この2つですスヌーピングっていうのはこう盗み見してどのポートに何がつながってるかっていうのが見るのがスヌーピングです。 でえー、スヌーピングだと、えー、盗み見してです、ね、どのポートに何がつながっているか分かるんですがこれずっと残るわけではなくて一定時間経つとタイムアウトして、えー、この情報が削除されて出力されなくなっちゃうんですねでそのために今度クエリアっていうのがいます、えー、このスイッチからですねクエリアをに設定すると問い合わせっていうことですね、えー 一定の間隔で、えー、まあ60秒って書いてありますけどシスコだと確か135秒かなあの一定の間隔であのつながってますかつながってますかっていうのを、えー、各ポートに問い合わせをしますで、えー、つながってればあの、えー、つながってますよっていうのが返ってくるとここの設定を保持するし返ってこなければあいなくなったんだっていうことで、えー、出力されなくなったりします。えー、IGMP を 使うマルチキャストをやる上でスヌーピングとクエリアっていうのが実は重要なポイントになってきます。で、えー、とクエリアの設定ですねクエリアっていうその問い合わせのノード先ほどみたいに1台だといいんですけども当然あの規模が大きくなってくるとノードスイッチが何台にもなってきますで。クエリアがどこにあるか 例えばあのここにあるとこっから下流の全部に対していくし、えー、クエリアがこの辺にあると、えーまあ、これ上流のものにも対して、えー、と問い合わせは行くんですけどもあの持つテーブルどこに何がつながってるっていうテーブルがですね、えー、クエリアがどこにあるかっていうので少し変わってきます。はいえー、なのであの基本はですね ネットワークのしかもあのクエリアっていっぱいあるとダメなんで、えー、必ずネットワーク内では必ず1台がクエリアになります。で、えー、クエリアが複数台例えばこれ全部設定してるとど,れどうなるかっていうとノードのあーノーじゃないスイッチの IP アドレスが一番若い番号のスイッチがクエリアとしてなります。でえー、なので、あのー クエリアがどこにあるとかあまり考えたことないと思うんですけどもあとノードの IP アドレスが若いものが基本クエリアのになりますんで、えー、IP アドレスが若いのをどこに置くかっていうことにもあのそのマルチキャストの通信のデータが最適化されるかっていうのがあの変わってきます。で実はですね これはあのルミネックスのホームページ行くとですねホワイトペーパーってダウンロードのサポートのところに IP マルチキャストと IGMP っていうこの辺の,そのクエリアが変わった時にはじゃあどうなるとか非常にあの有意義な資料がフリーで上がってますんであのぜひあのルミネックスのホームページ行ってですねホワイトペーパーっていうところにあの PDF で上がってますんで。 参考にしてもらいたいいたなと思いますで、えー、もう一つですねあのー、もう時間も時間なので、えー、最後にもう一つ設定としてアンノーンフラッディングっていう設定があります、えー、先ほどつながると何がつながってるかっていうのが、えー、このスイッチに対して、えー、テーブルとして載ってきます、えー、ところがですね えっと、例えばこの例の場合12とこっちが13ですねでタクからは1から4を送ってると4番ってどこにもないんですね、えー、ユニバースの4ってどこにもないのでそのデータをどうするかっていう、えー、設定がアンノーンフラッティングっていう設定がありますで、えー、アンノーンフラッティングってこう、えー、テーブルにない やつをフラッティングってこう、えー、データ送るかどうかっていう設定ですねで、えー、アンノーンフラッティングをオフにしてると、えー、テーブルにないやつは送らないので、えー、こっから1から4送ってもここには1と2しかつながってないのでここのデータは1と2しか流れないです同様に下には1と3しか流れないですで、えー、フラッアンノーンフラッティングをオンにしとくとですね、えー、12とあと1と 何にもない4番どこにもないけどとりあえず送ってるという仕組みがありますでこれは IGMP に正しく準拠してるノードだったり器具だったりすればいいんですけどもまれに準拠してないやつでちゃんとしたデータを返してこなかったりすると本当は4番っていうのはここに実はつながってるんだけどちゃんとお メンバーシップリポートがちゃんと返ってきてなくて、えー、このスイッチで認識してないとこの4番にはデータがいかなくなっちゃうので、えー、アンノウンフラッティングっていうのは、えー、どうするかっていうのもこう特定のところに出たり出なかったりっていうようなことが起きてきます。はいえーまあ、ちょっとじゃあ、えー、実機で見てみましょう。 ちょっとお時間いっぱいですね。はいあのよいしょちょっと今ここにですね三、えー、台 M A といはい、はいえー、ルミネックスと M A と、えー、シスコを持ってきてます。えっ、ー、とルミネックスだとますませんね。 えー、192-168の,のあ10の6はいえーアドミン、はいえー、とルミネックスだとですね、えー、ルミネックスはデフォルトでオンになってますねで、えー、ちょっとですねグループのこうマネージメントのアドバンスドっていくとここに えー、スヌーピングとクエリアっていうのがあります、えー、デフォルトでは両方ともおルミネックスの場合オン,オンになってますね、えー、でえー、と MA だとですね何番だっけな、えー、192の168の0の163 えー、MA だとですね、エジットのここですね、えー、スヌーピングとクエリア、アンノンフラッティング、えー、MA だとですね、デフォルトではスヌーピングとかクエスヌーピングがオフになっているので、IGMP は使わないです、ね、なので、えーと、テーブルを持たないので、とにかく全部のデータを全部に出すということになります。えー、IGMP ちゃんと使う 場合はスヌーピンングをオンにする、えー、ここにアンノンフラッティングをどうするイエスかノーかっていう設定があったりします、えー、シスコだとですね192の192の168の1の254 ログインするとです、ねはいえー、マルチキャストっていうところに、えー、とマルチキャストのスヌーピングですね、i g m スヌーピング、えー、シスコもですね、えー、とスヌーピングはチェック外れてるんでデフォルトではオフになってますね。 まあこういうあのそれぞれのハブスイッチによっていろいろ設定画面ありますけど必ずこうマネージメントできるものであればえ設定ありますんでえお持ちの方はですね 今後は見て使えるようにしていただけるといいかと思いますで最結,結論えー、と先ほども言いました設定簡単なのはアートネットですでネットワークトラフィック重視するまあ仮に100ユニバース超えるとかいう時ですね、えー、これは SACN を使った方が有利です ただあのずっと今話してきました通り、えー、マルチキャストをちゃんと使ってトラフィックを、えー、ちゃんとコントロールするにはですねそれなりのやっぱり設定っていうものが必要になってきますんでこの設定がちゃんとしてないとやっぱり、えー、出なかったり出たり出なかったりとかいうことがありますんであのちょっと話難しかったかなっていう方もですねあの ぜひあの先ほどのルミネックスのホワイトペーパーもえかなり難しいですけどあの、まあ、調べるといろいろインターネット出てきますんで、まあ、ちょっとどういうものかなっていうのを、えー、分かって使ってもらうといろいろ今後トラブルがあった時とかいろ、えー、んなことの時にですねいいかなというふうに思います。 えちょっと今日はね、えー、そんな難しい話も出てきましたけど、あのー、まあ今後はやっぱりマルチキャストを使う機会って増えてくると思うので、あのー、あんまりこう安易にっていうわけじゃないですけどこういろんなあの先ほどのえクエリアに関してもこう IP アドレスが若いのがクエリアになるんで。 どこに置いてあるかっていうことでいろんなあの状況が変わってきたりしますんであのちょっとその辺今後気をつけてですねあのただまあ例えばこうスイッチ2台ぐらいで10ユニバースぐらいやってると別に SACN がそれでトラブルかっていうとそんなこともないのでまあ,あの別に。 あの怖い話をしたわけではないんですが SACN もこう活用しつつですね少し、えー、理解を深めていただくといいかなと思いますはいえー、まあちょっと時間過ぎましたが、えー、こんな感じで今日は終わりますありがとうございました